エーレンガルト・メルジーネエーレンガルト・メルジーネ・ケンダル、女皇爵、エーレンガルト・メルジーネ・フォンデア・シューレンブルクは、イギリス王・ジョージ一世の愛称、ドイツの貴族グスタフ・アドルフ・フォンデア・シューレンブルクの娘で、ザクセン選定講領の将軍ヨハン・マティアス・フォンデア、シューレンブルクの妹、グスタフ・アドルフ・フォンデア・シューレンブルク伯爵の娘として、1667年12月25日に、 エムデンで生まれた、ハノーファー選定公妃、ゾフィーの次女に取り立てられ、1690年に、選定構成し、ゲオルクルートビヒの愛称となった。彼女は、長身で非常に痩せており、ドイツでは、カカシというあだ名が付けられていた。美貌の日ゾフィー・ドロテアがいながら、ゲオルクルートビヒは全く妻を顧り見ず、愛称を交流した。1714年に、ゲオルクルートビヒが、ジョージ一世として、 グレートブリテン国王に即位すると、ゲオルクルートビヒは、メルジーネを連れて、イングランドに渡った。1716年7月、ジョージ一世は、メルジーネを一大限りのアイルランド貴族、マンスター女公爵、ダンガノン女公爵、ダンドーク女男爵と称号を複数授けた。1 7十九年三月には、グレートブリテン貴族として、ケンダル女公爵、フィバシャム女伯爵、 グラストンベリ女男爵の称号を授けた。1723年には、神聖ローマ皇帝カール六世により、エーベルシュタイン皇爵夫人とされた。この外国の称号を授けられた頃から、メルジーネは、ジョージ一世と秘密裏に結婚しているのではないかという噂が流れた。ジョージ一世は1694年に、ゾフィードロテアと離婚後、彼女を遊兵し続けていたため、 メルジーネが実質的な王妃としてイギリス宮廷を牛耳った。金銭欲が強く王に面会を求める貴族や商人からその都度紹介料を巻き上げた。首相ロバート・ウォル・ポールによれば彼女は時には入札で王への面会者を選んだという。国民はメルジーネの長身をあてこすってメイポールというあだ名をつけて呼んだ。1727年にジョージ一世が死去すると 彼女はミドルセックスにあるケンガルハウスという邸宅に住み、1743年5月10日に没した、いずれもジョージ一水との間に産んだ子供である。ありがとうございます。